今日は労働者の祭典メーデーです。県内では各労働組合が集会を開き、賃上げなどを訴えました。このうち連合石川は金沢市の石川志向記念公園でメーデーの大会を開き、およそ1500人の労働者が参加しました。福田義雄会長は、物価高騰が続く中、最低賃金を全国平均1000円以上とする目標を掲げ、働く人の生活安定につなげたいと訴えました。連合石川によると、春闘における基本給のベースアップ、いわゆるベアの妥結状況は、要求書を提出した178の組合のうち、140の組合で妥結したということです。この後大会では、格差のない社会や多様性を認め合う社会を力を合わせて作ろうという大会宣言を採択。参加者は長時間労働の撲滅などを訴えるプラカードを掲げて、繁華街をデモ行進しました。